ません。回転数は上がっているんですが、優しいアクセル操作、そしてやってることで綺麗な平行円ができるんですね。はい、やってることはとても丁寧です。よくわかんないけど、こんな感じかな。そう。で、アクセルとハンドルコントロールを学ぶ。あのね、平行円というのができると、はい、どうぞ、ご覧ください。こんなこともできるんです。2台です。先ほどは1台ずつやっておりましたが、今度は2台で、このように同じ円を描くことができるんですね。はい、彼氏と彼女と一緒にやってみたらいいんじゃない？さあ、そしてさらに進化させましょう。今度は4台。はい、これもですね、先ほどは小さい正常円が4台で大きく回ってるだけなんですよ。はい、これが正常円の進化版。連続正常円です。まあ、でも、はい、4回でここに来るドライバーはやっぱり同じくらいのレベルのドライバーさんと、はい、4回では非常にそうなんですよ。まず1回の正常円アクセルとハードルを同じコントロールする基礎練習ね。はい、